アラサー美容チャンネル、みーきです。今回はですね、こちらの秋の新作コスメをレビューしながらメイクしていきたいと思います。まあ、秋の新作コスメと言いつつほぼセザンヌ、1個だけ&Bのリップがあるよ。それでは早速動画スタートということで、早速新作を使ってメイクをしていきます。まずはこちらセザンヌの新作アイシャドウシリーズのビタートーンアイシャドウの01番オレンジガナッシュをレビューしながらメイクしていきます。今回の新作、以前からあるシリーズのベージュトーンアイシャドウにそっくりで、パッケージのデザインとかマットとラメが入っているようなアイシャドウの構成も似ています。手にスウォッチしてみるとこんな感じです。秋にぴったりな温かみのあるオレンジブラウンのアイシャドウパレットで、ふわっと透けるような軽いマットが3色に、キラッと華やかな多色ラメが1色入ったパレットになっています。このね、ラメがすごい可愛いです。ちなみに似ているなと思ったベージュトーンアイシャドウの01番の夏ベージュと比べると、今回のビタートーンアイシャドウの方が深みのあるカラーで、より陰影をはっきりつけれるのかなと思います。以前からあるこちらのトーンアップアイシャドウの方は淡めの3色に締めカラーが1色という感じで、明るいトーンのアイシャドウになっています。粉質もすごく似ていて、ふわっと空気を含んだような肌に溶け込むような粉質で、肌の上に柔らかく乗ってくれます。まず右上のベースカラーはこんな感じです。そして中間色を二重幅に塗っていきます。ふわりとした粉質なので、何もついてない指で境目をぼかしてあげると綺麗にグラデーションになってくれます。結構しっかりオレンジ感のある色味ですね。で、ベースカラーを涙袋にも。ベースのカラーでも結構黄みを感じるような色味で、涙袋トーンを明るくするっていうよりも、ちょっと色味がつくような囲み目メイクっぽくなるかも。で、締め色を際に塗っていきます。で、黒目の上にラメ。やっぱりこのラメがめちゃくちゃ華やかになる。はい、こんな感じです。しっかりとオレンジ感が出て、奥行き感と深みをしっかり出せるようなアイシャドウです。じゃあこっち側、既存のベージュトーンアイシャドウの方を塗って比較していきます。塗り方は同じように、ベースカラーをまず全体に塗って、中間色を二重幅に、で、涙袋もベースカラー、目の際に締めカラーで、上にラメをのせます。はい、こちら側トーンアップアイシャドウの01番で仕上げて、こんな感じです。見た感じ似ているのかなって思ったんですけど、実際に塗ってみると結構違いがありました。ビタートーンというだけあって、色味がはっきりしていて、陰影感のある濃い目元に仕上がります。で、こちらの既存のトーンアップアイシャドウの方は目元を明るくしてくれるようなカラーが入っていて、グラデーションにして塗ってもかなり薄く仕上がります。一番違いを感じたのはこの涙袋に塗った右上のベースカラーで、トーンアップシャドウの方はハイライトカラーのようなぷっくりするようなカラーなんですけど、今回のシリーズのビタートーンの方はハイライトのような明るさっていうよりも、自然に色味をプラスするような色味でした。あとラメも結構違うかも。こちらのビタートーンの方は多色ラメがキラキラ光る感じで、深いカラーの上に明るいラメカラーが乗るので、しっかりとラメ感が出やすいんですけど、こちらのベージュトーンアイシャドウの方は同系色のラメが乗るので、ラメ感的にはこっちの方がしっかりキラッと感が出やすいのかなと思います。今回の新作はしっかりと陰影感を出したい方、濃いめのメイクが似合う方にいいんじゃないかなと思います。で、逆に既存のトーンアップアイシャドウの方は濃いメイクをすると逆に目が小さく見えてしまう方や、普段カラーメイクをしないっていう方でも調整しやすいような肌なじみのいいカラーになっているかなと思います。アイメイク仕上げてそれぞれこんな感じです。続いてアイライナー、セザンヌの新作アイライナーも購入してきたので、こちらも使ってみたいと思います。セザンヌジェルアイライナーの90番テラコッタブラウン。私は普段からキャンメイクのクリーミータッチライナーを愛用しているんですけど、それにめちゃくちゃ似た商品です。芯の太さはキャンメイクの方が細いです。だけどこのとろけるような書き心地とかすごくそっくりです。
で両方ともジェルが乾くとすごく取れにくくて、こすってもね割と落ちないです。でこっちのセザンヌの方はジェルが乾く前にぼかすと一応アイカラーとしても使えるみたいです。だけど綺麗にぼけるかって言ったらちょっとどうなんだろう、難しそうなので、まあ、普通にアイライナーとして使うのが良さそう。じゃあこちら側をセザンヌのアイライナー、カラーはね秋にぴったりなオレンジブラウンにしました。やっぱり滑らかな描き心地で描きやすいです。でこちら側をキャンメイクのアイライナーで描いていきます。色はどちらもテラコッタ系なのですごく似た色ですね。で今描いてみた感じ、やっぱりキャンメイクの方が芯が細いので線が細く描ける感じがします。私の場合は目が中心に寄ってるタイプで目尻結構しっかりめに描きたいタイプなので、こっちのセザンヌのこれぐらいの太さでも全然問題ないかなって思うんですけど、アイラインあまり強調したくない方はこっちのがいいかも。でもそれ以外は本当に似てるから、その太ささえ気にならなければキャンメイクよりこっちのセザンヌの方がちょっとだけ安いのでいいかも。これ結構好きかも。キャンメイクよりちょっと安いから他の色も買いたい。そしてリップはアンドビーの新作を使っていきます。アンドビー初のこのルージュスティックタイプのリップだそうです。秋にぴったりの3色が発売されたんですが、私が購入したのはこちらのヌードピンクというカラーです。最近流行りがちな粘膜ピンクカラーです。すごい滑らかな塗り心地で発色はいいんだけど少しシアーな感じのリップです。では塗ってみます。大人っぽいベージュピンクです。なんとなくビセの粘膜フェイクルージュに似ているのかなと思いました。処方的には最近流行りのジェル膜処方になっていて、リップモンスターとかセザンヌのリップカラーシールドと同じような落ちにくいリップの処方になっています。最近こういう粘膜カラーめちゃくちゃ流行ってると思うんですけど、ビセの粘膜フェイクルージュの PK850、 セザンヌのリップカラーシールドの04番、個人的にこの3色似ているのかなと思うので比較してみるとこんな感じです。今回の&B の新作が一番青みが強い感じがします。そして大人気でちょっと入手困難になってしまっているビセの粘膜フェイクルージュの方がコーラル寄りな発色になるかなって思います。でセザンヌのリップカラーシールドの04番は似た系統の色でありながらも透け感があるので発色が柔らかいです。でこの3色の中で一番黄みが強い粘膜ピンクカラーになっています。似てるんだけどちょっとずつ違うピンクですね。最近購入したこういう粘膜ピンクの中でも大人っぽく使える粘膜ピンクです。これ塗ったまま過ごして後で色持ちの方も見ていきます。そしてこちらが塗ってから6時間ほど経過して1食ご飯を食べた後の状態です。こんな感じで少し薄くなったかなとは思うんですが、ムラなく色残りしてくれてました。で唇触ってみてもまだピタッと密着している感じがあって汚くならないので良かったです。そしてチークはこちらを使います。セザンヌのチークブラシュ、確か8月 ?7月、ちょっと前に新作として出たものなんですけど、秋カラーなので一緒に使っていきたいと思います。まずこちらの01番のフォギーローズはイエベさんもブルベさんも使えそうなローズ系のピンクです。で発色はこんな感じで柔らかい。最近はチーク結構ナチュラルな色味がトレンドかなと思うので今っぽいチークに仕上がります。そして02番のシナモンブラウンはブラウン系のカラーなんですけど、塗ってみると意外とピンクっぽく発色するなと思っていて、見た目よりも実際に塗った方が使いやすいなと思ったカラーです。よりこちらの02番の方が個人的には肌なじみがいいなと思います。人気なのはこっちの01番みたい。ナチュラルに血色感を出せて自然に仕上がるチークです。は
い、続いて眉毛を描いていきます。アイシャドウをレビューするときに眉毛があった方がイメージが湧きやすいかなと思ったので、ちょっと編集で順番は前後してるんですけど、眉毛には最近出たセザンヌのアイブロウワックス&パウダーの W2 番ナチュラルブラウンを使っていきます。ワックスタイプのアイブロウです。詳しくは前回こちらの動画でアイブロウワックスを比較したものがあるんですけど、このセザンヌのアイブロウワックスはワックスとパウダー2種類が入っています。まずはこちらのワックスタイプの方で眉尻を描いていきます。このセザンヌのワックスは結構固めで粉が固まったような感じ、他のプチプラアイブロウワックスに比べてより粉っぽい感じがします。なのでワックスタイプだとベチャッとしないか心配っていう方でも使いやすいんじゃないかなと思います。そしたらこちらのパウダーの方をふんわりと重ねていきます。このワックスの上からパウダーを重ねてあげることによって密着が高まって落ちにくくなります。ワックスの落ちにくさ、発色の良さ、密着感がありつつパウダーでふんわり見えるようなアイブロウです。結構発色がいいのでしっかりと描きたい方におすすめです。はい、という感じでメイクが完成しました。新作レビューをしながらメイクしたので、正直このセザンヌの新作アイシャドウに合わせるならもうちょっと深みのあるカラーのオレンジ系やブラウン系のリップ合わせたかったなとも思うんですけど、こんな感じのメイクに仕上がりました。皆さんのお買い物の参考になれば嬉しいです。ということで今回の動画が少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。